はいどうも皆さんこんにちは、エマークでございます。さて、今回の動画なんですけれども、ちょっとね、簡単な動画というか、短めの動画にしてパパッと終わらしたいなというふうに思っているんですけれども、私ですね、最近ね、小さい文字とかね、近くにある文字とかがね、非常にね、見えづらくなってきましたね。遠くにある文字、例えばね、看板とかはね、結構ね見えるんですよ。まあ若い頃からですね、視力の方はね結構いいという感じだったんですけども、それこそね、1.5 から 1.8 ぐらいはね両方の目ともねあったんですけども、最近ね、まあ目自体は多分ねそんな悪くなってないと思うんですけども、とにかくね近くのものが見えないというね、おそらく老眼だと思うんですけどもね、そんな感じになってまいりました。まあ特にですね、こういうね、スマホなんかを見る場合にはですね、どうしてもねこのオートフォーカスがもう完全にクソになってますんで、フォーカス、オートフォーカスが効かないんで、まあ、もうマニュアルで合わせるしかないということで、こうやってマニュアルでね、こうやって合わせて、この辺かなっていうところで、読むというような感じになってしまいました。はい。というわけで、今回はですね、メガネをね、買おうかなと思いまして、こちらにね、メガネ買いました。で、一応ですね、フレームだけ買って、レンズはいわゆる老眼用のレンズになるんですかね、ちょっとあんまり詳しくわかんないんですけど、まあ、なんせね今まで目が悪かったことがなかったので、メガネに対する基礎知識というものが全くないんですけれども、とりあえずね今回はねフレームを買ってみました。で、どんなフレームを買おうかなと、まあいろいろ悩んだんですけれども、ちょっとやっぱかっこいいやつとかね、買いたいなと思って、まあいろいろ選んでこれにね、しました。はい。で、ここでねちょっと雑談なんですけども、僕ねすごいねエヴァンゲリオンが大好きなんですよ。はい。初めてエヴァンゲリオン見たのは学生の頃なんで、今から20年ぐらい前なんですかね。結構ねリアルタイムで見てて、めちゃくちゃ面白いアニメだなと思ってドハマりしたわけですよ。もちろんね映画も見に行きました。で、それから何年かして、新劇場版っていうやつですかね、の、ジョハ Q ですか、あれも全部ね、映画館で見ましたし、で今度ね、新しくエヴァンゲリオン、今ねテレビ CM とかでもちょくちょく流れてると思うんですけども、なんだっけ、新エヴァンゲリオン劇場版だったかな、エヴァンゲリオン新劇場版だったかな、ちょっとね覚えてないんですけれども、ちょっと調べましょうかね。はい。そうですね、やっぱね、新エヴァンゲリオン劇場版というのがですね、まあ間もなく公開されるんじゃないかと、まあ、このね緊急事態宣言が終わればねおそらく公開されると思うんで、それもね僕きっと見に行くと思います。はい。やっぱねエヴァンゲリオンファンとしてはね見に行かないわけにはいかないんでね、見に行くと思います。というわけでですね、今回ねこのメガネフレームなんですけども、エヴァンゲリオンコラボの、メガネフレームになってます。というわけでね、ちょっと早速ね中身見ていきたいと思います。毎日ね、アマゾンから腐れほど届くので、一応中に何が入ってるのかは開けたんですけども、ちゃんとはね、見てません。はい、というわけでね、こちらになりますね。早速、中、どんなものが入ってるのかね、見ていきたいと思います。はい、早速出ましたね。エヴァンゲリオンということで、もうこっからしてかっこいいね。で、このねエヴァンゲリオンコラボのメガネフレームいっぱいあったんですけれども、僕はですねこの一番好きなマーク6のね、フレームを選びました。はい。どんなもんかね、もうちょっと詳しく見ていきましょうね。はい。エヴァンゲリオンマーク6が描かれた、メガネクロスになりますね。はい。それではね実際に中見ていきたいと思います。てってれーということで、おーかっこいいじゃないですか。かっこいいねこれ。ちょっとね、もうちょっと詳しく見ていきましょう。はい。こんな感じのデザインになってますね。色は濃紺といった感じの色なんですかね。はい。ちょっと左右も見てみましょうか。この左右のねフレームがめっちゃかっこいいね、男心をくすぐるフレームですね。はい。逆側も同じなのかな。はい。逆側はちょっと違うんですね。先ほどなんか赤いデザインでしたけど、今度は紺に黄色のデザインになってますね。はい。うん、かっこいい、かっこいい、むちゃくちゃかっこいい
やっぱエヴァンゲリオンファンとしてはこういうのをつけておきたいからね、うん、今後はこのメガネつけようかな。いやでもね、一応老眼用にね買ったんですけど、なんかちょっと普段使いしたくなってきましたね。まあ元々その、目が悪いわけではないので、老眼用のメガネとしてはレンズを付け替えないといけないんですけれども、まあ普段使いするんならまあこの伊達メガネっていうんですかね、どの入ってないレンズでもいいのかなというような感じがするんで。ちょっとね、普段使いに変えようかな。なんで老眼用はあのハズキルーペとか買って必要な時だけ使うみたいな感じでもいいのかもしれないね。はい、ちょっとね、サムネイル用に置いてみましたけれども、かっこいいよね。でなんか後ろに文字書いてあるのかな、フレームに、来たね時がって書いてますね、時が来たねっていうことなんでしょうね、うん、いいね。はい、じゃあ早速ちょっとこのメガネつけていきましょうかね。はい、はい、それじゃあね、台湾のドンキーホーテで買ったこのサングラスを外しまして、エヴァンゲリオンコラボのメガネをつけていきましょう。はい、どうですか、似合ってますか。似合ってるんなら僕はね、これ普段使いしてエマークといえばこのメガネということでやっていこうかなと今、考えを変えました。はい、ちょっとね画面で見る限りねよくわかんないんで、もうちょっとねアップで撮りたいなと思います。はい、おっさんのアップはちょっとしんどいと思うんですけども、見てほしいのはこのメガネなんでね、こちらのメガネを見てもらいたいと思います。はい、どうですかね、なかなかいい感じなんじゃないですか。うん、うん、気に入った、すごい気に入った。いや気に入っちゃったね、これねやっぱ普段使いしたいと思います僕、うん、老眼は老眼用のメガネでちょっとねハズキルーペかなんか買いたいと思いますんで、これはですねもう普段使いにします。はい、というわけで、今回はですね、最近老眼がひどくなってきたので、老眼用の、レンズを取り付けるフレームを買おうと思ってエヴァンゲリオンコラボのフレームを買ったけど、これが結構気に入ったんで、これを普段使いにして、老眼用のメガネはハズキルーペを買いますというような動画でした。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。エマークでした。さよなら、バイバイ。であとですね、僕ねサングラスは今まで何回も買ったことあるんですけれども、このちゃんとしたねメガネっていうのをね買ったことがないので、そもそもねレンズ交換できるかどうかっていうのもよく分かってません。とあとですね、こういうメガネの保管方法とか手入れ方法なんていうのもねもう全く知らないので、その辺詳しいメガネを使っている方がいたらぜひ、コメント欄で教えてください。はい、よろしくお願いします。